あなたは痩せたいですか？痩せたければあなたのうんちを見てください。さあ早速本題に入ってまいりましょう。便秘や下痢を繰り返していらっしゃる方というのは腸内環境がもう悪いイコール太ってしまう、もう体質になっていらっしゃるんですよね。でも実は過去私もですね、もうひどい便秘の時期がありまして、もう1週間出ないとかね、あったんですよ。もう本当に苦しかったですね。まあ、逆に下痢も辛いですよね。いつもこうトイレの場所を気にしたりとかせずにしないといけませんし、もうどっちにしても辛い、まあ、そんな状態ですと太りやすくなってしまうんですよね。なので過去の私も便秘の時はもう本当今よりも実はプラス10キロ、まあ、太っていた時期があったくらい、もうそれだけ痩せるということと腸内環境が良いということはもう本当にイコールになっているんですよね。ですから今から私と一緒にあなたのその普段のうんちの状態をまあチェックしていくことで、あなたのその腸内環境がですね、痩せ菌と呼ばれる善玉菌が優勢なのか、逆でデブ菌と言われる悪玉菌が多くいるのかっていう、そのね割合をこうチェックすることができるんですよ。で結果あなたはその食生活を見直すことができて、腸内環境が整って痩せる体勢と生まれ変わることができますから、まずはあなたの現状を一緒に確認していきましょう。じゃまず色です。黄色、黄褐色ですね。黄色から、まあ、茶色の色をしていますかということです。で逆に×です。黒っぽかったり、もう灰色であったり、赤色であったり、薄い黄色も、これも本当下痢の時ですよね。こういった黄色から茶色の色じゃない色の時は要注意です。もちろん腸内環境も明らかに悪い、プラスご病気の可能性もありますから、即座にもう本当灰色とか赤色の時はもう病院に行かれた方がいいぐらい、消化器官がかなり危うい状態になっている可能性が大なので、放っておかずに、またはその放っておかずにというよりも前提が毎日うんちを見てくださいって、もうここなんですよ。一言、うんちを見ましょう。私もちゃんと見ますよ。あ、この間食べた、うん、食べ物がこのうんちの色だなって思うんですよ。で、あ、ちょっとやっぱりお肉食べ過ぎたから色が黒っぽいなとか、やっぱ分かるんですよね。もうすっごくもうすぐ分かります。でお野菜たっぷり鍋とか食べた時はもう丸ですよ、バナナですよ。もうほんと大事なんですよね。ですからまず色をチェックして、必ずチェック、色はちゃんと黄色から茶色かなです。それ以外は明らかに太る体質、もしくは病気になっている可能性大ということなので、もうぜひまず色を見ましょう。では次、匂いですね。もう丸なのはもうほとんどなし。例えばいかがですか、赤ちゃんのうんちってご存知ですか、見られたことあります、匂ったり。私もですね、一人娘がいるんですけれども、本当赤ちゃんのうんちってね、もう全然臭くないんですよ。母乳の時とか特にもう全然匂わないですし、もう愛おしいぐらいですよね、もう可愛くてね。もうそういったぐらいの便が大人になっても出てるかということです。もう匂いがない、ほとんど。逆に匂いが強かったり、もう水洗でこう流した後なのにもかかわらず、いつまでもお手洗い、おトイレがですね、もうずっと匂いがこもって、もういつまでも分かるなきつい匂いであったりとか、もしくはその、サインでですね、おならとかゲップが、明らかにそのきつい匂いがその体内から出てるっていうことは、もういかに中が腐ってるかっていうことですよね。悪玉菌がもうよいよいるわけですよ。そうするとあなたはこう、たとえ食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、もう決して長期的に痩せるなんてね、もう夢のまた夢、もうかなわないです。もうそれぐらい痩せたいっていうことであれば、腸内環境を整えてあげることがもう最優先なわけなんですね。だから過去私も、もう本当この真逆で、もうバツバツだったわけですよ。もう本当に良くないうんちが、出ていた、もしくはもう便秘がひどくて出ていなかったっていう状態だったんですよね。では次に行きましょう。あと形です。3つ目は形。今色と匂いお伝えしましたね。今度は形で、最後は頻度です。じゃあまず形からいきましょうね。いかがですか、しっかり
立派なうんち出てますか？私過去ですね、もうコロコロで、ほんとウサギみたいなですね、もうほんとコロコロで、もう苦しくて苦しくて、もう腹痛がひどすぎて、もう冷や汗出るぐらいひどい便秘だったんですよね。もう思い出しただけでも辛いんですけれども、そういった時ってもう最悪ですよね。もう悪玉菌も優勢です。で、まあそのバナナ状で表面がこうツーンとね、滑らかもうストーンとこう一本でストーンですよ、わかりますか？もうそれがベスト。で、この逆に今お伝えしたコロコロの粒状であったり、液状ってもう本当に下痢の状態ですよ。もう水、水便ですとか、まあ出てるんだけどなんかすっきりしないな、まだ残ってるなっていう状態も良くないです。いかがですか？思い当たることないですか？では次、4つ目、頻度です。毎日出てますという方いらっしゃいますか？毎日出ていてもすっきりしてなければ便秘という可能性がありますし、食べたものがですね、その便として出るまでで約24時間かかるって言われてるんですね。なので、まあよく朝出る方がほとんどかもしれませんけれども、例えば朝昼夜3回出ますとか、いろんな方いらっしゃると思うんですが、いずれにしても24時間前に食べたものは今出てるんだなって、目安として覚えておいてください。だったら私何食べただろうって、腸内環境良いものを食べていたら丸、今までお伝えした丸の状態のうんちですし、そうじゃなかったとしたらもう明らかにバツバツバツがこう続いていらっしゃるはずなんですよね。なので、食べたものを再度ここでチェックしてください。そうすることであなたは、あ、このうんちの色だったらあれが原因かなとか、この形だったらちょっと水分足りてなかったかなとかですね、冷やしてたかなとか、そこでこうセルフチェックができるわけです。で、また頻度の話にもう一回戻りますけれども、その毎食後出る方もいらっしゃるでしょう。その朝昼晩ですね。別に悪いことじゃないです。また1日は最低1回から2回がベストですよね。中にはその、体質で毎日出ませんという方は稀にいらっしゃいますけれども、そういった方はこちらに近づけるとなお良いかなと思いますし、もう全然出ません、3日に1回とか1週間に1回という方も、とにかく今お伝えしましたチェックリストをチェックしていただいて、結果そのあなたの食べ物を再度チェックしていただいて、腸内環境を良くしていただきたいなと思います。そして今から大事なお話しますね。じゃあ実際に便秘や下痢であなたが悩んでらっしゃって、結果太ってらっしゃったとしたら、じゃあどんな食事を食べたらいいんですかということですよね。ちょっとお待ちくださいね。もう私がですね、もう毎回毎回もう熱く熱くお伝えしている内容なんですけれども、とにかくあなたの腸内環境を整えばいいわけです。腸内が元気で綺麗になってくれれば、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えて、結果痩せることができるわけです。そこで大事なのがこの2つ。一つ目は、孫は優しいから始まる食品をしっかりバランスよく摂ること。そして、1番から4番までのこういったその食材がちゃんと1日かけて摂れているかなということをチェックしていきましょう。では、まあです。豆類ですよね。大豆であったり、豆類です。納豆とかもそうですね。で、5はごまに代表されるような、これじゃナッツ系、種系ですね。和はわかめ、海藻ですね。すいません、海藻類です。やは野菜。で、さは魚。しは椎茸などのキノコ類。いは芋類です。じゃがいもとかさつまいもですよね。そして次にいきましょう。1、発酵食品を摂ってください。この発酵食品の中に、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がいっぱいね入ってるんですよ。そこをまずしっかり取ること。でも取ったとしても、ずっとあなたの腸内に居続けてもらわないといけない、育たないといけないわけですよね。そのために善玉菌が大好きな餌があるんですよ。その餌が水溶性食物繊維だったりオリゴ糖になります。で、ここは先ほどお伝えしたわかめなどに代表される海藻類であったり、またネバネバ系食品です。里芋であったりオクラであったり、そういったものですね。で、オリゴ糖は玉ねぎだったり蜂蜜だったり、いろんなものに結構入ってるんですよね。で、最後 EPA DHA というのは青魚に代表されるその良質のオイルのことです。こういったものをちゃんとバランスよく
1日かけて取れてるかなってチェックしてみてください。そうすることであなたのそのうんちの状態が先ほどお伝えしたその丸丸丸ってですね、もう花丸もらえるようになっていかれると、自然とあなたは痩せ体質になることができるんです。でまたこういったお話お伝えしますと、皆様こういう時は先生どうしたらいいんですかとか、先生どんなものを実際食べてるんですかとかね、たくさん今のご質問コメントいただくことがあるんですね。そしてご質問終わりの方は皆様どうされているかというと、こちら詳細欄に LINE のリンク貼っておりますから、そちらからご登録後皆様ご相談されてますので、ご必要な方は遠慮なくおっしゃってくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活法、健康法、ダイエット法をあなたにお伝えすることで、あなたが長期的に健康に綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加くださいね。私とっても励みになっておりますし、もう本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。